皆さんこんばんは。12月23日、ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、シジスコーン単種に幅200から730キロ排水対策影響。都府県でのシジス用トウモロコシの生産拡大を受け、日本農業新聞は栽培面積上位12県の代表的な生産者を対象に2022年産の収量を調査しました。各県1経営体ずつ聞いたところ、単収は200から730キロで、排水対策などによってばらつきが出たそうです。生産者団体は、技術指導の必要性を指摘しています。続きまして真ん中ですね、企業農地特例は全国展開せず構造改革特区へ移行、政府方針。政府は22日国家戦略特区諮問会議を開き、兵庫県養父市に限って認めている企業による農地取得の特例を全国展開しない方針を決めました。地方自治体が規制緩和を提案し、国が認定する構造改革特区に基づく事業に移行、農地の売買に自治体が関与する仕組みは維持するとのことです。それでは最後下ですね、くるみの食品表示急ピッチ、消費者庁25年4月から義務化方針。消費者庁が遅くとも2025年4月からくるみを特定原材料として食品表示を義務付ける方針を示したことを受け、くるみを含む加工品を製造・販売する関係団体や小売店はメーカーなどへ周知を進めています。蕁麻疹や咳などアレルギー症例の増加が確認されたためです。患者らは安全・安心につながり、食事の幅も広がると期待を寄せています。消費者庁の実態調査によりますと、アレルギー発症の原因とされる品目で上位の鶏卵、牛乳、小麦の症例数は横ばいですが、クルミやアーモンドといった木の実類は増え続けています。特にクルミの増加は著しく、短時間でアレルギー症状が出る即時型でクルミが原因とされたのは12年度の40件から21年度では463件と10倍超えになったそうです。複数の症状が強く出るアナフィラキシーショックも同年度比で約15倍と激増しています。消費者庁のアレルギー表示に関する有識者会議のメンバーで愛知小児保健医療総合センター長の伊藤さんは、健康志向の高まりを背景の一つに挙げ、食べたり触れたりする機会が増えたと指摘しています。愛知県内ではアナフィラキシーショックで受診した15歳未満の患者のうち、木の実類が原因とされるのは20年で100件、木の実類のうちクルミが約半数を占めていました。伊藤さんは、食物アレルギーは人命に関わる、加工や販売に携わる人もアレルギーについて学んでほしいと語っています。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側装というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。
他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。